知ってる女の弱点を逆に思いっきり効果的に使ってみようと思ったの。ミノルさんとはただのお付き合いじゃございません。週に2回ホテルに泊まりに行っておりました。でもね、それはその場その場で取引は済んだようなものなんですの。何に男を持ってるかわからないような女はくだらないわよ。チンピラだと思って相手にしなきゃいい気になりやがって。じゃあまるっきり俺を利用してたわけだな。君の旅館は俺がごまかした金で建てたんだからな。お願いです、あの子を罪人扱いにしないでくださいまし。吉田先生しっかりしてらっしゃいますね。当然のことだよ、世間はそう甘くないよ。おお、ゆめっくらね、目の玉ひむいてこの面よく見てくれ。とも何か失礼なことだ。いや、ともちゃんはいい人なんや、優しいし僕にはよう尽くしてくれんだけどね。まだいたりまか。違います、こちらです。あ、そうか、まださ。私が悪かったんだ、あの人をひどいことにしてしまった。あんないい人を。女は二度生まれる、癌の寺の監督川島雄三と若尾彩子のコンビが描く異色大作。お金が欲しい。金なら俺が何とかするよ、お前が好きだから。男は俺一人にしてくれと言って頼んでるんだ。誰も言いやしないんだよ。私ね、今日は相談があって寄ったの。どうしたんだよ、キスさせろよ。この辺できっぱりあなたと他人になりたいの。あの子は不思議に妊娠はいたしませんしな、その方でもご迷惑をおかけするようなことはないと思うんですが。どうぞお父様を助けておあげなさいね。喜びさんでおかわりか、早く帰って抱っこしてもらえな。バケロー、ベッドの中でも打ち合わせをやってたんだからな。おかしなことをおっしゃいますわね。何のことですの。分かった、あんたもこの女と寝てたんだな。私犯罪は大嫌いでございます。北物悪魔悪党お前らやめろだ。